俺たちどこへ行こうとしてるんだ。勢いで乗っちゃったよね。なんかドナルド腹出てね。太った？七面鳥にされるぞお前。ジャック・スパローなんかとつるんでるとあんたたちもデイビー・ジョーンズの怒りを買うことになるよ。それさっきも言ってたけど、ジャックは一体何をしたんだ？それにデイビー・ジョーンズって？あんたたちデイビー・ジョーンズのことを知らないなんて。それでもこの海の住人かい？俺たちはそのもっと遠くの海から来たんだ。ふーん、まあいいさ。ジャックとデイビー・ジョーンズとの因縁だったね。ジャックは海底から引き上げてもらったブラックパール号の船長にしてもらうのと引き換えに自分の魂をデイビー・ジョーンズに差し出したんだ。期限の13年が過ぎてジャックは契約を破った。だからデイビー・ジョーンズが差し向けた怪物クラーケンに食われた。自業自得さ。でもジャックが蘇ったと知ったらデイビー・ジョーンズはただじゃおかない。その仲間もね。僕たちも行こう。僕たちもクラーケンに食べられちゃう。どんな怪物が来たって平気さ。俺に任せろって。へえ、ソナーとか言ったかい。あんた面白いね。クラーケンと聞いて怯えないやつはいないってのに大したもんだ。でもジャックは違う。デイビー・ジョーンズとの因縁にケリをつけたいのさ。そのために箱の中身を探してる。箱？デイビー・ジョーンズが心の痛みから逃れるために入れたものをね。心の痛みは耐え難いほど辛かったけど彼の命を奪うほどじゃなかった。それで箱に何を入れたんだ？自らのハート。心臓ってことか。あー、この箱を興味深いとは思わんか。あ、ってことだよね。取りに来ると。ハートを描いた本体がいかにして存在を保てるのか、私が作り出したレプリカでも成し得なかったことだ。その箱がいかなるものか、ぜひともこの目で見てみたいものだな。我々が命じられたのは箱の捜索、回収だ。余計な詮索は不要ではないかね。固いことを言うな。なぜわざわざ人として復活した私を再び機関に招き入れたのか。私のこれまでの研究成果を、頭脳を評価してのことだろう。私の研究が完成すれば機関の益にもなるはずだ。機関か。それに尽くしてどうなるというのだ。お前もまさか機関に背くつもりではないだろうな。いや、そのつもりはない。私はただお前たちとは違ってゼムナスとは特別な関係ではないからな。なぜ彼に益をもたらそうとするのか前から疑問だった。私は自分の研究が続けられさえすればいい。かつての試験者アンセムは研究を止め禁じた。だから私はゼムナス、いやゼアノートに賛同した。それだけのことだ。なるほど。その研究がどう利用されようがいいのか。そんなものに興味はない。私は完全な人間の器が完成できればいいのだ。
研究のことはわからないが、ここは知った土地でもあるしな。私に任せてもらおう。うん、もちろんだ。厄介な奴らも現れたようだしな。研究どころではないよ。奴らは私が排除するとしよう。その後に研究とやらをすればいい。期待しているぞ。私は高みの見物をさせていただこう。おいおいおい、新13機関の中でもさらにまた反逆があるのか。てかてっきり俺あれだな、黒い箱つながりで探しに来たのかだと思ったけど、まあ興味本位でって感じだったね今ね。いやー、ちょっとこれからまだいろいろありそうだな本当に。13期間内でもてかルクソーだ、まだ特別な関係じゃない言っとったな。あれどういうことだ。ひどいよジャック、先に行ってくれよ。まさか逆さまになるなんて思わなかったね。でもこれで海の墓場から出られたんだよな。もう安心だね。問題ない、全部計画通り。のんきなこと言ってるなよガキども。うん、敵だ。あ、またかい。やっぱ休憩挟みたいよね。あれは見たことがない船。なんか飛んできてる、ハエみたいなの飛んできてるよ。あ、ハートレスだ。めっちゃリアルじゃん。ハートレスだ。お、なんか企んどるぞあいつ。ウダ、おいおいお前めっちゃ強いじゃねえかよ。大出世してんじゃんお前。バルボッサ、また連中と手を組んだのか。バカを言うな、俺はあんな奴らの手は借りん。ずいぶん仲良しに見えたかな。言い争ってるか。それが、え、なんだ。また来るぞ。近づけられないかな。そう、あの兵隊の絵は無理だよ。それだ。なに、大砲の中に入るの。さすが、ドナルドとグーフィーは船を守って、俺はあいつをやっつける。マジかお前、悟空じゃねえかよもう。悟空じゃねえか、ほんとに。もう、均等乗っちゃってたよ、今。空中戦。あ、これさっきと似てるね。罰で六甲してる敵を追尾するミサイル。四角で回転。あ、あれと同じっぽいね。あ、罰、これか。へぇ。要は R を押しながら、あ、ちょ、待って。空中、あ、旋回、いい、早いね、早いね。とりあえず普通に撃ってみよう。あー、めっちゃ食らうじゃん。頭を狙うといいってこと？そういうわけではなく、ミサイル撃ってるとね、普通のやつが撃てないんだよね。うん、ミサイルなかなか当たんねえし、しかも。まあ、普通に撃てた方が早いかな。そんな感じするね。てか、体力めっちゃあるやんけ。待って待って、お前体力そんな多い？ここで、バツ。ここでどうよ。ゼロ距離射撃。あ、でも、ゼロ距離射撃とかするよりも、どうだ？あ、でも、ゼロ距離射撃効くね。あ、効いてる効いてる効いてる。いいじゃんいいじゃん。こまごま撃ってこう。で、船のダメージが書いてあるけど、これどういうことだ。どん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 増えてない？大丈夫？はい、どんどん。ゼロ距離射撃当てていくね。この雑魚敵はいいのかな、このちっこい奴らは。まあ、いまいちまだ分かってないけど、あ、待って待って。あ、撃たれてるね、だいぶね。で、これでロックオンされてるから、この時ミサイルってことかな。で、俺は本体は、普通に地道に殴っていって、で、こういう風な、かな？いまいち分かってないかも気がするけどね。おい。まあ一応順調だな。てか、まあ早送りだな、これ。お、なんだ？ライド。来た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 。うわぁ、どうなるどうなるどうなる。おいおいおい。巨大飛行ハートルス倒せるままだぞ。お？乗れるか？えらゆっくりだな、今回は。ロールジャンプ。あ、はい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 。はい。
で次は何する何する何する、怖い怖い怖い、ちょっと待って、無防備空気の無防備アタック、よしよしよし、おいおいおい、もう落ち着き大会じゃん、待って待って、ガードガードガード、あぶねえあぶねえ、おめえもゼロ距離じゃんかい、えいちょいえいちょい、ドレミファソラシド、あぶねえぐる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 、よし、あ、間違えた間違えた、よしよしよし、こういう感じで叩きまくるってことね、あーこれ早いわ、おいおいおい、リズムゲーだろもう、あ、終わっちゃったっぽい、あーそうか、で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 、どうするどうするどうする、次は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 乗るの、あー均等来た悟空だ、いけ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 、で、追いつけんのかな、よし、オッケー、よし、これでオッケーね、で、あ、降りるも普通にできるんだ、へえ。降りるも普通に使えるっぽい、まあとりあえず無駄なことはせんでそのまま倒したいけどね、よしよしよし、ってことはここにくっついて、これくっついて降りるわ、あーれしまったゲームセット、おすげえ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 、ちょっと待って、何何何、ブラックパルコン狙われてる巨大飛行ハットルズ倒せ、あそれはそうだね、すげえ、やべえ、めっちゃ無駄なことしてると思うんだけど、この下になんかあるか、さすがにないか、いやいや、上行こう上行こう上行こう、大きいやつに攻撃されて、待って待って待って、急ぐから俺も、どこ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 、よしよしお前だ、よしオッケーオッケーオッケー、倒しちゃった倒しちゃった違う違う違う、俺がやりたいんだ、違う乗りたいんだ、あっしゃ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 、乗れた、アスレチックフローかなんかで、ね、乗れたわ、どこだ、いや完全に沼プレイしてる気がする、俺完全に沼プレイしてる気がするわ、いや HP めっちゃギリギリなんですけど、やばい、まずいまずい、あぶねえ、あー無事に倒せたね、よし行くぞ、ラストスパート、よっしゃ、めっちゃ大変だった、めっちゃ大変だったこれ、つえつえ、あー武器変えとけよかったね、やっぱりしまったね、いや、いい BGM やな、え、ちょっと落ちる、ソラソラソラ、ドナルド、フーフィー、船のみんなは、僕たち空が落ちていくのを追いかけてて、はぐれちゃったんだ、やっちまった、そっか、再会したばっかりだったのに残念だな、そんなに俺の下で働きたかったのか、ジャンク、取引をしよう、君に求められるのは情報を渡すこと、評議会に関するネタか、引き換えに俺が手に入れるもの、ジョーンズへの付けの生産、そして自由の保証、いいだろう、互いの利益のためにだ、もし俺が情報を教えるとしたら何をバラしゃいんだ、全てだ、評議会を招集して何をするつもりだ、もう実写じゃんこれ、やべえな、眉毛の生え方とかマジ実写だったからな、もう実写じゃん何回言わせんだよ、最高、やべえなこれ、行くってどこへ、海賊が船がなくちゃ話にならない、船を調達するぞ、おう、
やっぱり空とジャックって似てるよね。おわしこと言ってやし。あ、その鍵が私の心も解放してくれるかもしれないね。この海では私が力になってやるよ。心を解放？シュア？どうしたの？あ？うん、なんでもない。行こう。あー、要はキーブレードを空自分に使うことが来るのかな。やっぱりそのゼアノートみたいに、マスターゼアノートみたいに、そうすれば確かに解放することはできるよね。いやーでもどうなんだろう、ちゃんと制御できるかは大問題だよそれは。ね、自分の心までねパーいっちゃったらそれやべえことだし、ちょっと一回回復しよう。セーブボーイになるっしょ。あー、じゃあ一回これ今日はセーブしておいて、んで次のパトルまでに、まあ今から見てくるわ、今から見てきてって感じにしようかな。やっぱテンションの違いがね、やっぱストーリーを理解してた方がね楽しいわ。これもう俺今肌で実感してる、自分でも実感してる。でさっき撮ったリベンジダイブか、ガード成功直後に丸を押すと遠くのターゲットに反撃。そうこれね1個しか作れないんだよね。まあどうしよっかな、リベンジスラッシュの方がいいかな。ちょっと新しいしリベンジダイブつけてみようか。よし、じゃあ今から見ていきたいと思います。はい、ということで今はパイレーツオブカリビア見てきました。また1日後に録画してるんだけども、あのねちょいちょいそのワールドエンドってやつ見たんだけど、まあこういうシーンとか出てきたんだよ。でも、まあ、正直言うよ、わからんかった、なんか難しくねあれ俺だけ？めっちゃ難しかったんだけど。まあとりあえず一つだけ確信ついていることは、キスがエロいね。めちゃくちゃエロい。キスこんなエロいって思ったよ。まあ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 、それが分かれば十分っしょ。キスがエロいのが分かれば。潜るときは？あ、潜った。おーしおしおし。うわ、すごい。こんなシーンはね、なかったと思うね。潜るとこ、そういうシーンは。いやー、どう繋がっていくのかも、いまいち分かってない。てか今食材あったな。なんかエビがいるな。あ、ホタテとかか。おー、ムール貝。これが新たな食材に。てかさ、絶対食材全部コンプリートしたらなんか起きるよね。それも楽しみだ。いやちょっと今寝起きだからさ、結構あれだ、実況大変だよあ、すごい、水の中の技全然違うね。へえ、これ武器ごとによって違うのかな。ちょっとやってみよう。あ、キーブレード変えれないっぽいな、水の中だと。でバツが早く泳ぐね。まあさっきやったもんね俺らね。で四角は、まあアリエルん時よりは簡単かな操作は。てか懐かしいんじゃない水の中って。ねえ。ほんで、こっち。クラゲさんとか、まだガン無視してるけど。お！マッサーリングだって。めっちゃお宝あったけど。これ敵がいるってことか。やべ、操作むずい。ちょっと待って、ごめん。全言撤回、操作無事。もしかしたら水の中だと、あれだ、普通に、スタートボタン押せない感じか？よし、まあ敵を追いかけて丸押していこう。それでいける。あ、てか魔法も使いたい。お、すげえ、見て、魔法のラン。オーシャンファイヤー、オーシャンブリードと。ボタラが使えないみたいだ。タラゲット。はい、タラちゃんだよ。ちょっと待って。最近さ、こういうちょいちょいモノマネ挟むけど、モノマネじゃねえけど。ひどいね、クオリティが。まあ、これが、クンヒロクオリティやつだよ。あ、なんかすげえ、人参みたいなの入ってる。なんだこの人参みたいなやつ。あ、いる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 。じゃあ、ウォーター、うお、すごい。ファイヤーは？ファイヤーは普通だね。氷がすごい、ブリザードすごい。うお、すげえめっちゃかっこいい。手元ですぐに氷出す、すげえかっこいいじゃん。あ、敵がいたから押せなかっただけか。マスターリング、攻撃力がアップし AP が40上がる。強いねこれ。とりあえず水から早く上がろう。おお、ここでいいのか。なんかとりあえず着いたっぽいけど。いや、すげえとここれ。写真は撮れないっぽいね。ほんで、こっち一応道があるね。また潜るんか。潜って、あ、潜るね。んで、こっちか。で、戻ってたらどうしよう。あれ？ちょっと待って、戻ってるくねこれ。ちょっと待って。あ、なんかボスっぽくはないか。オーシャンサンダーとかやってみよう。おー、これもかっこいいね。エアロは？
わすげえ。なんかあれだ、渦潮みたいになってる。いやこれかっこいいな。まあちょっとウォーター使えるの残念だけど、まあそりゃそうだよな、水の中だもんね。いやこれさ、サンダー連発してたら、おーすげえ、あ発射式なんだサンダーは。敵が遠くにいるでしょ。おすげえ。めっちゃかっこいい。うんでまんでんで、シュートロックは打てない。打てるよね、さっき打てたもんね。あれ打てないか、シュートロックは。あーシュートロック打てないっぽいわ。押せない、なんかシンバとかも使えないね、さすがにね。よし、じゃあこいつはとりあえず倒して、あなんかいるよ。スティッチかな、スティッチの触覚みたいなやつがある。絶対罠じゃん。いかにも怪しいって感じだね。ちょっと見てくれ。でもさ、海賊がお宝をほっとくわけにはいかないよな。ルフィみたいな考え方だなお前。んで、ああとりあえずそこまで行けと。ちょっと待ってね。そうしたら一回サンダーつけとこう。しょ行くぜー。多分これは宝箱がこいつ体なんじゃない、一体化してんじゃないの。あれ開けれちゃう。おしゃ来たいやー予想以上になんかド派手なやつだなお前。すっげえ、待って待って、ガードできる、ガードできるね。いてててめっちゃ暗いやんけ。めっちゃ火力だけこいつ。ガードタイミングわかんねえ、ちょっと待って。とりあえず食らうか。あーんサンダー微妙、そうかちょうちゃんこみたいなやつだからあんま食らわねえのか。うわうわやべやべ、おっと危ねえ、待ってまた来る、あぶー。うん火がめっちゃ効くね、ファイヤーで攻めとこう。火力と待って来るよ、回避の方がいいかなガードより。え、そんな気するね。お前なんて名前だ。ほいほいほい、ほらめっちゃ効いてる火が。バリバリ削れるぜ。くるよ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 。来ねえのかい。すげえ。ちょ、ドナルドたち役立ってるこれ。グーフィー遊んでないお前。グーフィー、おひょー、水の中でも縦に乗れるぞって言って楽しんでなかった今。今くるくるよ。でもあれだね。あの、ファイガとか撃てないっぽいね。じゃあ一回ケアルしとこう。よし、オッケー。くる、わーおー、結局ケアルの意味なし。ケアルの意味なしシング。お、まあこんなもんよ。まあこんなもんかなっつって。結構殴られてたけど、てかサンダが覚えたね、なんだかんだ言って。今回のステージはハートレスがよりリアルに描かれてんな。自滅じゃねえかお前。あ、新たな道が開かれたと。そしてその宝気になります、とっても気になりますこのお宝。てかあの R とか L で移動しなくても、なんかバツで十字キー、十字キーじゃねえや、上下でいける。おアリエル、おっ、マジで野生のアリエルゲット、まさかだろアリエル、何の前触れもなく手に入れちゃったね。地上に表示されるリングに合わせてバツで、ジャンプ中に丸を押すと敵に水を発射、フィニッシュを押すと水溜りを作った場所から水柱が上がり、あーなるほど、まあ、ここでは使えないからサクッといくか。こいつらは一応魔法使えないか、そうだ今使い切っちゃったんだ。で上か、おやったやった、思いのが早くいけたぞ。うん、映画見た後だけど、こんとこあったかな。なんだ、ヤッホー、俺たちの船だ。誰の船だって。え、ジャック、これは俺の船だ。いつの間に来たのかな。早い者勝ちだ。ジャックにはブラックパール号があるだろ。確かにパール号には劣るが、ふん、この船もまあ悪くない。俺は船長だ。
誰が船を動かす？全員が必要だ。そんなところにいたのか。出発準備だ。さっさと乗る。お前ら準備はいいか？準備はいいけど、これじゃあどこにも行けないだろ。ん？ソーラ、お前はいつだって自分の手で道を切り開いてきたはずだ。お前の心が命じるままに進め。そんなことあるんか。心が命じたままに行けたら出発。こんなことになるんかい。すげえかっこいいじゃんマジで。すげえな、もうパワーワードになりつつあるね。おお、こっから船パートってことか。いや今回のステージはすげえな。なんか結構オリジナリティ溢れてんじゃねえか。パワーアップした船で、おお大冒険。三角で、うん、ポセイドンの力。どういうこと？ポセイドンの力って。敵に攻撃を当てたりアクションを成功させるとゲージが溜まり、あ、そういうことか。でウォーターウォール、敵の攻撃をガードする。へえ。んで めっちゃ難しくね。ちょっと待って。あ、今まではなんかジャックに船の行き場所を選択されてたけど、今回から俺らが自分で行けるってことか。お、それは面白いじゃん。これマップ、いや今回広いんだね。もうなんかてっきりすぐ終わっちゃうかなと思ったけど、とりあえず行くか。はい、行きましょう。海賊の仲間入りだね。海賊の、ソラ、お前の自由にしてみろ。すげえ、やべえ。これはテンション上がるわ。あ、なになに、めっちゃ降りてきたんだけど。あー、それでさっきのがあれか。ちょっと待って、打ち方覚えてね。やべえ。1日前のこと打ち方覚えてね。はい、よしよしよし。経験値うまー、経験値うまー、マジで。ほら、オッケー、やるでしょ。おお、ありがとう。ちょっと待って、やりたい。ウィンドチェイサー。パール号にはかなわないな。あ、あ、またイベント。ちょっと待って。俺がなんか理解する前に毎回なんか違う展開行っちゃうわ。でけー、13機関の船だ。あの船、ハートレスか。うん、ハートレスじゃなくて誰か乗ってるよ。陸船っぽい。あいつはまためんどくさいのが出てきたな。残念、ハズレ。パーレイ、パーレイ、13機関。いや